私に全てお任せください。もう帰るところです。心配させてしまいましたね。そういうことではないので大丈夫ですよ。ただ窓から見える星空が綺麗だなと思って。そうだ、ほんの少しだけ私に時間をもらえませんか。星空ですよね。周りが暗いから一層よく見えるのでしょうね。昔の人はこの星の配置から物語を見出したんですよね。え？どうしてわかるんですか？なんとなくわかるなんて、やはりあなたはすごいです。私のこと何でも分かっちゃうんですね。あなたには私の全てを知ってほしいです。あ、流れ星、ずっとそばにいられますように。とっても大事なお願い事をしちゃいました。秘密です。お願い事は人に話したら叶わなくなっちゃうって言いますから。でも私、このお願い事は絶対に叶えてみせます。遠い昔、人は空に物語を見つけました。それが神話です。物語は語り継がれ、今に息づいています。私もそんな風に、誰かの心にずっと残り続けるような存在になりたい。特に、あなたの心にずっと残り続ける存在でありたいんです。私を、あなたの心に住まわせてくれませんか？